どうも皆さんこんにちは、ドズリです。今日はね、サブアカのドズ2の方やっていきたいと思います。このアカウントね、もうひたすら金山とエリクサーポンプを上げるだけに今なってるので、なかなかね目新しいことがないので、最近ねちょっと動画の数減ってるんですけれども、まあね、タウンホール6に着工して、タウンホール6になったらね、いっぱいいろんな動画上げれると思うので楽しみにしていてください。今ね、もうあと残るところ2つなんですよ、エリクサーポンプが。で、このエリクサーポンプね、3日間もかかるんで、今、大工3人で一生懸命回してるんですけども、金山は全て終わってね、エリクサーポンプがあと2つといったところなんで、あと1人が空いたらね、次の大工が空いたら、タウンホールレベル6に着工したいと思います。タウンホールレベル6になると、どんな感じですか？壁が25増えるっていうのと、まあ、根本的には変わらないかな。まあでも、弊社のレベルが上がってね、ユニットの、作れるヒーラーまで作れるようになるんで、ジャイヒーがね、自分でできるようになるっていうのが非常にでかいかなと思います。で、今日の動画ではですね、今ね、バーバリアンのね、バーバリアンとドラゴンの、生産時間5倍というね、生産時間5倍されたら大ごとですね、生産時間のスピードが5倍というね、イベントがやってるんですけれども、まあ、そのイベントね、本アカのドズルの方では、一応バーバリアンラッシュという動画ね、上げさせていただいたんですけれども、こうドズ2のね、要はトロフィーが低い、タウンホールが低い人にはね、どのようなイベントなのかというのをちょっとね、検証してみたいと思います。まあ、バーバリアンオンリーなんですけれども、まあ、このね、タウンホール低い位置は、トロ体は全然、トロフィーのね、上がり下がりは全然気にしなくていいと思うので、まあ、ひたすらね、資源があるところから奪うといった、まあ、どちらかというとね、バーバリアンラッシュ、お、すごい、これはすごいですね。これ行きましょう。どちらから攻めるか迷いますね、これ。まあ、エリクサーメインで行きますか、エリクサーメインで。かなりね、テートロにとっては、いいイベントなんじゃないかなとは思うんですけれどね。あ、ウィザードンとか強いな。まあでも、バーバリアン135体いるんで、ウィザードン搭載突破してしまえば、あとは流れで行ってほしい。やっぱね、クリスタルリーグ、維持したりするのはね、バーバリアンラッシュではちょっと厳しいと思うんですけれども、タウンホール低い人からしたらね、もうひたすらね、回数こなしたい感じと思うので、まあ、こんな感じでね、こんな感じでねって全然失敗してるんですけれども、ちょっと無謀でしたね。ちょっと無謀でした。まあでもこれでもぶっちゃけいいんですよね。135体で1万ぐらいですよね、多分。訓練コストが。で、5万ゲットできてるんで、一応こんなに失敗しても、プラスはプラスです。はい。という言い訳をね、自分にしつつ。もうね、タウンホール低いうちは、もう攻めれば攻めるだけいいと思います。その回数ね。攻めれば攻めるだけプラスだと思うので、まあ、検索コストも安いですし、訓練コストも安いですし、まあね、もう本当に攻めれるだけ攻めた方がいいと思います。なんで、このイベントは結構神イベントなんじゃないですかね。低タウンホールの人にとってはね。まあ、最近クラクラ始めたっていう人はね、ぜひぜひ、まあ、バーバリアンラッシュで、まあ、資源集めてですね、たくさん資源、施設のレベルアップしてほしいなと思います。ちょっと案外、やっぱでも時間かかりますね。ブーストするとね、なんと1秒で、バーバリアン1体できてしまうんですけれども、まあ、ブーストしてないと4秒に1体で、今、弊社がね、3つなんで、まあ、弊社4つ欲しいですね。てか、キャンプが4つ欲しい。キャンプ4つになるとね、もうクラクラ、もう本当にクラクラって感じになりますよね。まあ、ちょっと少ないですか、出発しましょう。まあ、このく、あの、今ね、こう検索してる時間にもしっかりね、バーバリアン訓練されてるので、まあね、無駄にはならないと思います。これね、外出しは行きたい、外出し行きたいけどね、このトロフィーだと全然勝利ボーナス美味しくないんですよね。なんでちょっとスルーします。できればね、外出しの放置村があれば、嬉しいんですけれども。お、ありました。3万2万5千。ああ、もう全然、全然これいきますよ。こうやって。
もうこういうのだってバーバリアンだけでいいですもんね。まあ、極論ね。うん。これで、まあ、しっかりね、資源を奪えたと。まあ、非常にこれだけでね、もう大プラス。うん。せっかくなら 50% 取って、終了と。はい、5万5000稼げましたね。なかなかいい感じです。まあ、といった感じでね、もう回数ひたすら稼いで、うん、バーバリアンラッシュするっていうのはね、トロフィー気にしない人たちからしたら、かなりね、ありなんじゃないかなという感じですかね。うんうん。まあ、僕がね、ちょうど今、上げたい施設がね、ないので、ちょっとね、もったいないことしたなと。タンホール6にね、上がったらもうすぐバーバリアンラッシュしまくって、施設をね、結構がっつり上げたいなと、レベル上げたいなと思いますね。うん、でも4日間か。このイベントいつまであるんですかね。うん、ちょっと長めにやってくれるとね、個人的にはドズ2の、施設上げにね、使いたいなと思ってるので嬉しいんですけれども、まあね、まあそこはちょっと、運営のみぞ知るといった感じですかね。ということで、今日はね、ドズ2でちょっとバーバリアンラッシュやってみました。次の動画ではね、ドズ2の次の動画では、うん、タウンホール6になってお会いできてると思うので、楽しみにしておいてください。では今日はこの辺で、バイバイ。